はい、お疲れ様です、えー。ずっとお仕事したんですけど、さっき大体、まあ、だいたいはなんとかなったかなっていうレベルまで来たので、えー、切り上げまして、で、懸案だったですね、ああ、そうそう、これ引くんだったと思って、早見優さんのですね、内さんのライオンを引いていました。あ動画ア上げておきましたので、えー、もしよかったら、あの、聞いてみてください。指がね、練習不足でなまっててね、 あれっていう感じでギターってな練習しないとどんどん腕が落ちるなっていう感じでね、はい、えなんと思いながら弾いてましたけれどもあのえっ、ー、とそんなに難しい曲じゃなかったんでまあまあ、ね、リハビリがてらみたいな感じですここのところずっとコンピューターとかプラモデル一生懸命だったもんですんで。 で、えっ、ー、と、で、コンピューターの方なんですけれども、えっ、ー、と、大体は、あの、ビッグナムの関係は整理やついたんですが、えー、また忘れっぽい私のことなので、自分用に動画を残しておこうと思います。あと残るはね、えっ、ー、と、いあ,あれは直したんですよ、あの、えっ、ー、と、グローバル変数に行ったとき、デフグローバル、あれ、えー、デフグローバルの ででビッグナムをグローバルに束縛した時には、えー、これはパーマネント領域に、えー、っとあのビッグナムを配置することにして、えー、失われないようにあのするとで。他のビッグナムは えと生成されたやつはあのレプリもず全部ご破産にするというふうなことにしてます。えーとまあ、だから本当はね途中でガベージコレクションが起きてあの不要なやつのビグナムの領域を回収できればいいんだけど。 まあそこまでやんなくてもいいかなという、π で、ね、8000桁も計算できりゃ、おんでしょうって感じで、それ以上のことをあの、そもそもリスプでやろうとは思わないと思うので、本気であの何万桁も π を計算するんなら、リスプを使うはずがないなという気がして、あ、でも SBCL だ、そのぐらいやっちゃうか。 何万じゃないですね。あの、何十万桁とかになるとリスプじゃ手に負えないんでねあ。まあ、そんなことで。あと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、インタープリッターの方はですね、あと、ラムダ生成をする時の、えっ、ー、と、あの、EP、えっ、ー、と、E あのポイントのところにですね、えっ、ー、と、グローブ局所、局所変数が保存されてるんですけども、そのラムダ式をするときに、それを、あの、 保持させるようにしてるんですが、その中に、えー、っとビグナムがあった場合には、えー、これをあの、えー、パーマネント領域にコピーをして、それで、えー、ラムド式に保持させるというふうに直さなきゃいけないんですが、まだまだ、えー、っとやってないので、これは私の宿題です。それからコンパイラーの方が、これコンパイラーのコードの一部ですけども、ビグナムになったときにはメイク、F make big ってんで、 えー、ビグナムを生成しているのですけれども、えー、これを、えー、とデフグローバルの時には、このメイクビグじゃなくて、コピー領域にあ、コピーじゃない、そのパーマネント領域に保存するようなコードを生成するものが必要です。どういう風にしようかな、ちょっと工夫がいりますがね。 あとラムダ生成する時、えー、ときのコードがね、あどこ行っちゃったっけな、あの、えー、とコンプ、えー、ラムダっていうところにあって、そこであのフリー、10変数を保持させるコードを生成するところがあるんですけども、えー、そこのところでやっぱり、あのその10変数のあの値が、えー、ビグナムだったときに、あの ちゃんと保持できてないと、ラムダ式っていうのはずっと永久に保持されるわけだから、えー、これなんとかしなきゃいけないって、その点が宿題です。はい。えー、っと、これで動画を撮ったから大丈夫だね。えー、見,見ながらあの、自分で思い出しながら、えー、時間できたら、ちょっとお世い話おいそうかなと思ってます。あと、えー、っと、なんかそのビッグナムで調べ物してて、えー、っと偶然発見したんですけども、あの、 だいぶ前の話、2016年に Ruby で b i g グナムと普通のフィックスナムが、えー、同じクラス整数クラスとして一本化されたんですってねああい,いいなと思って、えー、っあ全然 Ruby の,の最新状況で全然取り付けてないのでだってそうですよね数学的にはあの、えー、っと巨大整数であろうと小さい整数であろうと数学としては整数ということで一つ のの集合なわけですんです区別するっていうのはあ,あんまり気持ちいいもんじゃないしねあの不動小数定数とかになるとこれは実数であって数学的にもあのまた別な扱いになるからあいいと思うんですよあの ISRISP のクラスではですねビグナームもフィックスナームも全部ひっくるめてインテージャーになってて、えー、ます、あ。それで うーんとあイザースレスの場合は、えーと、計算速度を稼ぐのに3 2ビットインテージャーと、それから6 4ビットインテージャーと、それを超えるビッグナムと、えー、3つあるんですけども、クラスとしては全部インテージャーの中に包含されています。ただあの、コンパイルの都合上ですね、型推論で、えー、3 2ビットインテージャーを与えた方が効率がいいってコードもあって、<laughs> それを教えてあげるのに、えーっと、ちょっとだけ拡張して、インテージアのサブクラスとして、フィックスナム、ロングナム、ビグナムという3つのサブクラスを作っています。あ,あんまりあの、これは拡張であって、本来のスタンダードにはないやつなので、えー、あんまりこれに依存するようなコードはやっちゃいけないなものなんですけども、ポータビリティ考えるんであればね。 えー、あくまであのコンパイラーの都合上であの最小限、最小限拡張したって言います。だから、この Ruby、それまでは別物だったんですね。えー、っと、えー、っと、フィクスナムとビッグナムとかね、えー、一体化されたんで、よりなんかすっきりしていいんじゃないかななんていうふうに思いながら、えー、見てました。もうでも、ずいぶん昔の話なんで、ね、もう何年も前の話、2016年の頃にそんなの動きがあったんですね。 ええー、ってなことで、あのー、仕事も、うん、まあまあ、まあ、なんとか追いつく、間に合ったかなというレベルなので、ちょっとは頭休めて、明日からまた頑張ります。えー、はい、それじゃあ、またお会いいたしましょう。じゃあ。